参加より改装後参加ショッピングセンター時代、アピタ書生店は、かつて、静岡、2012年2月21日より、それまで運営していた高台ショッピングセンター、共同組合が、ユニーに所有権を移転している。そのため、かつて称していた参加ショッピングセンターは、アピタ書生店に、名称変更をした。1989年の参加ショッピングセンター、開業当時より、 アピタ所製店を各店舗に約40の専門店が入居していた。地下に住居関連品売り場があり、1階に食料品売り場という他のアピタ標準店のレイアウトとは異なる配置が特徴となっていた。開店以来店舗に隣接する立体駐車場が存在したが、店舗東側にあったものは2012年春に解体され平面駐車場となった。 そのため駐車可能台数は以前と比較して減少した。またその際に以前にはなかった静岡県道261号、岩田細江線への出入り口が設置されたほか、店舗に隣接する立体駐車場への敷地内の車道が廃止され、自転車置き場へと変えられている。2013年4月14日に一旦閉店、店舗年齢が高くなっていたため、耐震構造を整えるとともに大規模な改造と、 テナントの入れ替えを行い、同年10月2日にプレオープン、同月4日にグランドリニューアルオープンしている。2017年10月1日をもって、アピタ直営部分と付随する一部テナントが閉店した。振り上げ不振を理由としている。なお、その他のテナントは営業を継続するため、ショッピングセンター自体は閉鎖されない。建物の所有権は地元不動産会社に売却された。 後継のキーテナントとして、オークワが運営する、オークワラフレ書生店が、同年12月13日にプレオープンし、同月15日にグランドオープンされ、ショッピングセンター名は、ラフレ書生に変更された。2019年9月20日をもって、オークワラフレ書生店が閉店。なおスーパーマーケットのオークワ以外のテナントは、今後も継続して営業していく模様。かつて、 同点から北西に約200メートル離れた場所にユニー直営による夢や書店書生店があった。また、静岡県道261号岩田、細江線向かいに名鉄パレ浜松葵町店が存在した。ありがとうございます。